ロバート・コヘーン・ロバート・オーエン・コヘーンは、アメリカ合衆国の国際政治学者、プリンストン大学教授、シカゴ生まれ。1966年、ハーバード大学より博士号取得。スワースモア大学、スタンフォード大学、ブランダイス大学、ハーバード大学、デューク大学で教える。国際関係論における、リベラリズムの代表的論者。1970年代。 ジョセフナイトともに相互依存論を提唱。その後、ネオリベラル制度論の立場から、新現実主義者と活発な論争を展開した。彼は、ネオリアリズムの主張のうち、国家をアクターとする点、国家が生き残りのために行動する点などは受け入れるが、しかしそうした過程を置いても、 国際政治において、経済や規則の果たす役割は大きいし、協調も可能である、ということを論じている。1999年から2000年まで、アメリカ政治学会会長を務めた。2005年、ヨハンスクで政治学賞受賞、米国科学アカデミー会員に選出。アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。日本人の主な弟子としては、東京大学大学院。 法学政治学研究科教授の飯田圭介など、ありがとうございます。